とクリームといちご、あ、あれ先生名前言えないんでしょ、刻んで混ぜるって感じです。何回もやってますもんね。イタリア人に紹介したいですね。さあ先生、はい、今日はどんな虫を使って何の昆虫料理を作りましょう。はい、今日はですね、まずタガメ、台湾タガメ、うん、いますよね、これかわいい、よく使う台湾タガメ、洋梨の匂いですね、香りがいいですよね、はい、あともう一つは取れたて の、 あの旬ですね、旬の桜ケムシという、はい、これも桜の非常にクマリンですかね、うん、非常に香りがすごくいい、クマリン、まあ、両方ともだから香りを生かす料理なんてますかね、はい、というふうに思ってますけどね。それでここら辺見て何か思い浮かばます、パンとクリームとイチゴ、そうです、とタガメと桜ケムシですか。これはちょっとまともがくとして、なんだろうな、サンドイッチみたいなことですか。そうですね、ここにこうこれを挟んでというやつ。おお、最近だと急上昇しましたよね、あ、あれ先生名前言えないんでしょ名前思い出せないんですね。え、マトナ、マトなんとかってやつでしょ。全然違いますマリ、マリトッツォ、あ、そうそう、マリトッツォですね、マリトッツォ、そうです、流行ってます、流行ってます、マリトッツォって言うんだね、マリトッツォ、ね、マリトッツォ、私はもう仕事でも30種類ぐらい食べたので、すごい、めちゃくちゃ食べてきました。それはタガメイですか。いやいや、もうまさか昆虫が入ってるマリトッツォは食べたことがないのでないですか。マリトッツォにはうるさいですからね、私。マリトッツォって普通何が入ってるんですか。なんか、標準的なマリトッツォパン生地みたいなものにめちゃくちゃいっぱいクリームが、でかく口を開けて生クリームいっぱい突っ込むってやつですね。そうですはい、そんな感じです。そんな感じですよ。すごい、もう表面がほぼクリームみたいな、顎が外れるみたいな感じ、顎が外れてるみたいな見た目なんですよ。見た目ですね美味しくなさそうじゃないですか、それそこになんかこう、いちごとかの断面をこう、綺麗なフルーツとかをくっつけたりとかして、すごい、はい、インスタグラムとかで映えるようなスイーツとして若者に人気なんですよ。いやー、なんで急に人気出たの。やっぱ見た目じゃないですかね。今こうパッと見ていろんな画像が出てきた中に、このインパクト、この顎が外れたみたいな見た目がインパクトあったんじゃないですかインパクトありますよね、確かに ね、しかも甘くて美味しいので、うん、そうそう、それを今日はなかなかインパクトできるといいなと思ってますけど、ね、うん、初めての試みですけど、はい、頑張っていきましょう。じゃあこれさっき、ちょっと、これ私のセンスでやっちゃいますね。あ、もうどうぞどうぞ、じゃあセンス大丈夫ですよ、うん、センス大丈夫ですよ、うん、ぜひ、あ、分けた方がいい、うん、なるべく細かく切って叩く、叩こうかなと思ってます、まあ、ちょっと若干この桜ケムシの食感が残っててもいいんですが、うん、とりあえずちょっと小さく刻んで、塩混ぜて、刻んで混ぜるね、刻んで混ぜるって感じです、はい、あとはタガメですね、頭はやっぱりトッピングに使いたいですね。あ、いいです ね、確かに。なのでちょっと、ね、これ笑っちゃいますね、ちょっと見た目想像したらタガメのこういうやつがついてるマリトッツォなんて初めてですから ね、すごいよね。面白いな、ちょっとやっぱマリトッツォは見た目が大事なのね。そうですね、見た目やっぱりね、美しく、はい、ただ味が美味しくてもみんなに見つけてもらうためには今見た目の時代なので、うん、見た目をタガメさんに頑張ってもらうしかないですよね、うん、こんな感じですかね、こんな感じで叩き桜ケムシ、うん、できました。 OK です、うん、これをちょっとクリームとあえていきます。はい、あ、トッピングでタガメの爽やかな匂いがしますね。タガメの解体はだいぶ得意なので、私も何回もやってますもんね。何回もやってます。何匹さばいてきたことか。タガメの解体はもう第一人者です。第一人者、第二人者ですね、先生の弟子としてでも私ははるかに凌駕してます。すごい、うわー、すごい匂い。もうタガメのこの洋梨のフルーティーな香りがもうものすごいな。本当にタガメって匂いがすごいよね。オスのフェロモン、フェロモンがすごい。しかもこのただの洋梨じゃなくて、はい、洋梨をもっとこうミントみたいに爽やかにしたような感じです。そうです、洋梨がね、より強調されてますもんね。強調、強調洋梨、強調洋梨、
でしょ、うん、自分で言って笑っちゃいました、ね、いつもの、はい、ちょっと入ってこれをクリームと合いますね、じゃあクリームと合いましょう、出る、マリトッツォ結構クリーム使うのである程度は、はい、あーうん結構やってもいいかも、これじゃあ足りないくらいかもしれないです。ラーメンは香りますか？香りますね、ラーメンは強烈ですね、いいんじゃないでしょうか、ね、じゃあちょっとそれをパンにトッピングしていくんですけど、パンどうしようかな、私も作るの初めてなんですよ、横の方がいいんじゃない、いや、え、どうやってやったんだろうマリトッツォって、横じゃない、横でこう、横ですか、こう開けた方がいい、あー、そっかそっか、うん、じゃあ横に、そうそうそう、まず切っちゃいますね、はい、はい、全部切らないね、全部切っちゃ、全部切らない、全部切らない、はい、あ、そんな感じですね、で、ここにそこにこの、これをうわっと見えてみます、こういうことか、うん、あとイチゴですね、なるほど、イチゴ、うわやっぱすごい量使われたな、マリトッツォのクリームってね、ほらこんな感じですよね、おおいいですね、すごいですね、ちょっとお皿を素晴らしい、タガメも刺したいしな、でもな、桜キムシをこう飾ってもいい気がしますけど、こんな感じとか、あーいいんじゃないですか、先生のタガメもやってみていいですか、どうぞどうぞこれも変だな、やっぱ違う、これはすごいな、マリトッツォ、ちょっと持ってたのと違う、すごいね、え、持ってたのと違います、持ってたの何ですか、イチゴがそこにあるかなと思って、あ、先生のいいな、それやりたい私もまあ、3つぐらいがいい、立体的ですね、これうん、いいんじゃない、ああ、なるほど、なんか、申し訳なさで飾ったイチゴみたいになっちゃったイチゴの帽子、あ、かわいい、ねえ、かわいいはい、できました、はい、完成です、では、いただきます、はい、いただきます、昆虫、マリトッツォ、サクラケムシの方から私はいただきます、いただきます、いただきます、すごいね、これ、うん、どうすか、うん、あ、合う、おいしい、うん、サクラ風味の和のマリトッツォ、バニラの香りじゃなくてなんか和風って感じでましたね、和風ですね、うーん、うんうんうん、やっぱ桜煙ってすごい偉大ですね、香りがすごい引き立ちますよね、引き立ちますね、うん、うん、このプリプリした桜煙の食感も美味しいですね、うん、スイーツにぴったり、うん、なかなか、うんうん、他では味わえないマリトッツォですね、初めてです ね、 いいね、うん、イタリア人に紹介したいですね、イタリア人、あ、これどうですかでも本日本っぽいって言われそう、本場の高めの方、はい、高めいきますか、うん、うまっ、どう高めは、洋梨のフルーティーな香りがすごい、あご出てしますね、うん、すぐわかる、匂い嗅いだだけで長めってわかります、で結構長めの肉そのままだと洋梨の爽やかさがすごいバーンってくるじゃないですか、
ちょっとミントっぽい感じのも含まれるんですけど、それがマリトッツォでちょっと和やかになったような落ち着いた味になりますよね。これはなんかエスニック風ですね。なんかタイとかで流行りそう。確かにちょっと癖のある高めね。癖のある洋梨、あ、これもいいよね。この洋梨これもいいよね、高めね。うん、これはよりちょっとジャンキーな人に合うんじゃないですかね。マリトッツォって古代ローマの精進料理だったって言いますもんね。あ、そうなんですか。うん、だいぶつまりほらキリスト教であの肉を食べない期間ってあるじゃないですか、はい、そういう時に肉の代わりにレーズンを挟んだそうなんですよ。うーん、生クリームですけどね。それで食べたっていうのがマリトッツォの始まりっていうのは物の方には載ってましたね。全然違うじゃないですか、レーズンとクリームじゃ。でマリトッツォっていうのはあの夫っていう意味らしいです。夫、旦那さんっていう、旦那さんっていう意味、うんうん、でその生クリーム入った頃はそうやってお互いに恋人同士が交換する、でバレンタインみたいなイメージ、あ、なるほど、だったそうです。それでできるだけ大きな口を開けて、うーん、あのできるだけ甘くしてそういう家庭を作りたいという、なるほど、うん、そういうなんか意味があのあった、一説としてはあったみたいですね。諸説あるみたいですけどね。へえ、知らなかったです、うん、だから丸いトッツォですよね、うん、丸いトッツァンとか覚えられるんですよ。丸いトッツァン丸あ旦那さんだから、そう丸いね、円満なお父さんという、なるほど、円満なお父さん、諸、うん、説はそうそれは私の、それは私の説です。すいません、あの甘いのを食べて頭が回らなくなって先生の突っ込めなくなってきて、ああ、うん、美味しい、うんうん、ごちそうさまでした。食べました。チャンネル登録待ってます。